TNG 初期シーズンのタイプにフェイザー・フェイザーとは、アメリカの SF ドラマ、スタートレックシリーズに登場する架空の、ビーム兵器である。ノベライズの、宇宙大作戦シリーズの初期中期にかけては、移想光線砲と訳され、中期後期にかけては、移想光線砲の表記に、フェイザーの振り仮名が、現在のスタートレック作品ではそのままカタカナで、フェイザー砲と訳されている。 スタートレックシリーズの世界において23世紀に発明されたとされる殺傷力の強い高速電波のビーム兵器で、いわゆる光線銃である。主人公の宇宙艦大使館が最も使用する武器の一つで、惑星上陸任務には拳銃型のフェイザーを携行するほか、宇宙艦同士の光線においても重要な武器となっている。フェイザーは人間が 携行可能なハンドフェイザーから関西型のフェイザーバンクまで出力により規格分けがされておりバリエーションが多い。劇中に最もよく登場するのは拳銃型のタイプ2フェイザー、ライフル型のタイプ3フェイザー、主人公の艦に搭載された関西型のタイプ10フェイザーである。対人拳銃であるタイプ2フェイザーは出力調整がかなり厳密に設定可能であり、 宇宙艦隊では最弱レベルの麻痺が多く使われるが、強レベルで撃つと被弾した人間は、気化してしまうほどの威力がある。なお、バンクは、土手、と森を意味するが、スタートレックでは、フェイザーやディスラプターの関西放題のことをバンクと言い、フェイザーエネルギーの残量のことではない。フェイザーを麻痺にセットしろは、科学船長の名台詞の一つである。 またフェイザーは東京の宇宙艦隊科学研究所で開発されたという裏設定がある。フェイザーは位相エネルギー整流作用の略称とされており、スタートレックの世界においては位相変換型エネルギー兵器の総称である。タージオンやクルーオンといった原子間隔力を伝達する素粒子の一種である、高速ナディオンという架空の素粒子を 不思議の海結晶に通すことで起こる高速ナディオン効果という爆発的な反応を制御しビーム状に指向性放射をすることで対象物を原子未満のレベルにまで破壊する力を得る。フェイザーは発射装置にパワーを注入することで発生するがエネルギー源は電力でもプラズマでも良い。このナディオンという単語はスタートレック劇中においても 比較的よく聞くことができる。宇宙間のセンサーがナディオン放射を探知した場合、それはフェイザー及び類似兵器のディスラプターの発砲に由来する可能性が高いため武器サインと捉えられるためである。惑星連邦のフェイザーは規模により個人形態用のタイプ1から3、関西用のタイプ4から12が存在する。関西用のものには フェイザータレット型、フェイザーアレイ型、キャノン型がある。ハンドフェイザー拳銃タイプのタイプにフェイザーは16段階の出力調整が可能で、大別して、麻痺、加熱、破壊の3種の用途で使用する。最弱のレベル1では、撃たれた相手が、ほんの数分失神する程度の威力であるが、最強のレベル16では、建物が半壊するほどの威力となり、人体に、 ビームが直撃すれば、一瞬で蒸発してしまう。またビームの幅をワイドに設定することも可能で、至近距離ならば広範囲を一度に破壊することができる。ライフルタイプのタイプ3フェイザーは、威力はタイプ2と同じだが、照準機がついていて、狙いがつけやすく、パワーセルも大型で、エネルギー容量も多いため、白兵線を前提とした任務に用いられる。 スタートレック6未知の世界では、クリンゴン艦に乗り込んだ、ゴルコン首相の暗殺犯が、火炎型フェイザー10という惑星連邦では、使用が禁止されているフェイザーで、ゴルコン総裁を射殺している。しかしこの火炎型フェイザー10の詳細は不明である。フェイザーバンクフェイザーバンクで最も見られるのは、ジャンリュック・ピカード艦長の USS エンタープライズ D と、 キャスリン・ジェインウェイ艦長の USS ・ボイジャーに搭載されているタイプ10フェイザーである。タイプ10は24世紀後期の連邦艦の標準的な武装であり、艦に降りかかる多くの機器を打ち払った。ベンジャミン・シスコ艦長の USS ・ディファイアントには通常のビーム式フェイザーのほか、機関銃のように弾丸状のフェイザーを連射するパルスフェイザーが搭載されている。 このパルスフェイザーは主要エンジンであるワープコアから伸びたプラズマコンジットとフェイザーバンクが直結し出力が2倍にアップされる特殊仕様がされている。またピカード艦長の2隻目の艦 USS Enterprise E よびボイに登場した USS Prometheus にはタイプ12フェイザーが搭載されている。タイプ12の破壊力はまた TNG 最終話において登場した可能性の未来における25年後の USS エンタープライズ D は第1戦隊下部に全長200メートル近い大型方針を持つスーパーフェイザーキャノンを搭載していた。このスーパーフェイザーキャノンの破壊力は絶大でクリンゴン帝国のネグバー級戦闘艦の戦隊をたやすく撃ち抜き撃墜したほどであった。 同様のナディオンビーム兵器にディスラプターという武器がある。ディスラプターは、クリンゴン、ロミュラン、ブリーン、カーデシア、ボーグといったいわゆる抗戦的種族が用いる武器で、黄オレンジ色のフェイザービームに対して緑から青白いビームとなっている。スタートレックの世界には使用する素粒子ビーム兵器が、フェイザー派の種族とディスラプター派の種族がおり、 主人公と敵対する種族は概ねディスラプター派である。なおディスラプターは、フェイザーのようなビーム式と、格子魚雷のような光弾式がありどちらもよく、用いられる。22世紀半ばを舞台とするシリーズ、スター・トレック・エンタープライズの死ぬ宇宙、探査官エンタープライズ NX-01 には、フェーズ砲という武器が搭載されている。正確には、 位相変調エネルギー兵器という。ただし威力は低く、異星人からは低レベルの素粒子ビーム兵器と呼ばれたこともあった。エント12は言葉なき遭遇において、エンタープライズ NX-01 の機関クルーが所属不明の不審船に対抗するために急遽完成させた。この兵器は1訪問あたり500グッジョブの出力を持ち、月に似た無待機の惑星で、 発射実験を行ったところ、突貫作業のせいでオーバーロードを起こし、マッキンレイ山ほどの山を跡形もなく消し飛ばした。このフェーズ砲の出力は、TNT 火薬に換算すると、ほぼ120トンのエネルギーに相当する。オーバーロードを起こせば10倍の 5TJ の出力で、あるから TNT 火薬に換算すると、ほぼ5200トン。このフェーズ砲が宇宙船に3問。 搭載されているため総出力は 1.5tj。オーバーロードすれば10倍の 15tj の出力。これは、広島型原爆のほぼ27%に相当するエネルギーである。つまり、初期のフェイザー兵器であるフェーズ法は決して脆弱ではない。しかし、劇中では不審戦には全く効かず、人為的にオーバーロードを起こしてさえ不審戦を、 損傷期待させるのがやっとであった。本エピソードは、フェーズ4それ、事態よりも、エンタープライズ NX-01 のクルーは、未知なる宇宙の脅威に対し、本部に逃げ返ることなく自分たちの力だけで対処しようという気概と、対処できるだけの能力があるかが重視される、エピソードであった。劇場版、第十三作、スタートレック b ヨンドに登場した十二世紀の、宇宙館。 USS フランクリン NX-326 はパルスフェーズ砲と空間魚雷を装備していた。フェーズ10フェーズ10はフェーズ砲をハンドガンタイプにした武器である。威力設定は麻痺と殺傷の2種類のみ。フェイザーは破壊力が強くタイプ2のハンドフェイザーですら強出力で撃てば人体を原子未満レベルにまで蒸発させ、 最大出力では巨大な岩石をも吹き飛ばすほどの破壊力を持つ。ただし、ハンドフェイザーを最大出力で撃つ場面は劇中にはなく、常に必要最低限のパワーで発砲される。なおハンドフェイザーは、宇宙間の核壁によく用いられる非常に硬い、デュラニウム合金を打ち抜くほどの威力はなく、ランナバウトのデュラニウム合金製ハッチを焼き切るのにも1時間かかるとされている。 一方で、関西フェイザーの威力は凄まじい。デュラニウム合金は、宇宙間の戦体核兵器の素材として22世紀の、エンタープライズ NX-01 の時代から、使用されているが、エント95は、暗黒の地球帝国後編で見られた22世紀の、ISS アベンジャー NX-09 と23世紀の、USS ディファイアント NCC-1764。 の光線では、防御シールド技術のない、ISS アベンジャー NX-09 の、戦隊は、USS ディファイアント NCC-1764 のタイプ5フェイザーと、格子魚雷の威力の前に歯が立たず、あっという間に撃沈してしまった。劇場版2作目、カーンの逆襲では、USS リライアント NCC-1864。 のタイプ6フェイザーが防御シールドの停止した USS、USS エンタープライズ NCC-1701 の船体を、安々と引き裂いた。USS エンタープライズ NCC-1701D や USS、USS ボイジャー NCC-74656 に搭載されているタイプ10フェイザーに至っては、一撃で惑星表面の広範囲を焼き払うことができ、ビームを収束させれば、 惑星の近くをいとも簡単に打ち抜くことが可能である。フェイザーはデルタ宇宙域深部においても十分、通用する威力を持ち、USS ボイジャーを襲う、数々の危機から艦を救った。USS ディファイアント NX-74205 に搭載されている、パルスフェイザー砲や、USS エンタープライズ NCC-1701 や、 USS プロメテウス NX-59,650 のタイプ12フェイザーはさらに破壊力が強い。なお、タイプ9以降のフェイザーバンクはレール状に並べられて設置されたフェイザーアレーと呼ばれる仕様となっており、出力アップと発射角度の柔軟性を同時に実現している。アレーに並べられたフェイザーバンク1機あたりの出力は USS Enterprise NCC-1701D のタイプ10で 5.1MW、USS Enterprise NCC-1701E のタイプ12で 7.2MW となっている。対人兵器としてのフェイザーは人体を蒸発させるほどの絶大な破壊力を持つ。しかし、宇宙艦同士の光線においては、フェイザービームは敵艦の防御シールドによって分散されやすく、 決め手とはなりにくい。ただし高速電波であるため命中しやすく、残弾数を気にする必要もなく、さらにあらゆる角度に同時に何発も撃てるという利点がある。このため、宇宙艦同士の戦闘では、まず連射の効くフェイザーを打ち敵艦の防御シールドを弱らせ、より破壊力のある半物質弾頭、格子魚雷を打ち込むのがごく一般的な戦術である。なお、 この際の工事魚雷は一発ではなく三発ほど同時発射していることが多い。またフェイザーは高速電波ビームであるためワープ中の使用は基本的にされることがない。フェイザービームが肝周囲に貼られたワープフィールドを抜け出した瞬間、ビームの速度は肝の速度の数百分の1にまで落ち、下手をすればビームが肝に跳ね返ってくるためである。 そのためワープ中の攻撃は、ワープフィールド維持装置が組み込まれた格子魚雷が使われるが、フェイザーの使用不能により、戦略の幅がかなり狭まるため滅多に見られない。なお、ワープ中のフェイザー発砲は、理論上、至近距離まで敵艦に近づき、射程範囲内にまでワープフィールドを拡大すれば可能である。また防具のトランスワープチューブのような空間。 トンネル内においても可能である。艦隊士官の惑星等への上陸任務においては、士官は、護身用として、タイプにフェイザーを携行する。ただしフェイザーの対人発砲は、艦隊規約によって厳しく制限されており、あくまで万が一に備え身を守るための手段である。またやもうえず対人発砲する際も、基本的に、麻痺で使用する。当初から光線が想定された。 上陸任務においては、艦隊士官らは、タイプ2フェイザーを腰につけ、両手でタイプ3フェイザーを構えた状態で転送される。またハンドフェイザーは、手榴弾代わりに、バッテリーをショートさせてオーバーロードさせた状態で、投敵、爆発させる、極寒の惑星に取り残されたクルーが岩を熱して、暖を取る、修理した機械の動力源として、エネルギーを流用する。 周波数を調整し、ワイドビームでシールドを作るなどの応用的な使用も、なされた。スタートレック,シックス未知の世界では、連邦所属交通管内で無許可で、殺傷モード以上の高出力で発砲すると全艦に、非常警報が自動発砲されたり、フェイザー銃に安全装置が自動でかかる描写もある。しかし、麻痺モードであろうとも至近距離で受けると、 肉体や臓器が機能不全を起こし死亡に至ることもある。スタートレック,シックス未知の世界の作品中で、連邦所属交中管内で無許可で、殺傷モード以上の高出力で発砲すると全艦に、非常警報が自動発砲されたり、フェイザー銃に安全装置が自動でかかるを利用した、殺人事件のアリバイのトリックが用いられている。フェイザーは武器としての殺傷能力だけでなく、 その位相周波数を持つビームという特性を利用した独特な周波数。TNG127 はタイムスリップエイリアン後編ではトリオリック波に近い周波数に設定したフェイザーの照射によって異星人の道具を作動させた。ボイ65は遠隔期限設では位相を変える装置で姿を消したボス陣を周波数調整をしたフェイザーで撃つことでその遮蔽を破り、ボイ97は 心は戦いに傷ついてでは、ベラナ・トレス中尉の起点でフェイザーを使って、艦内の一角にフォースフィールドを張った。また収束させたフェイザービームで岩盤を掘削する、フェイザードリルといった土木用具もあるほか、地下鉱脈をフェイザーで掘る場面も見られる。マイコンのゲーム版においては、波動砲というわけも存在した。ありがとうございます。